ポルケイラは、スペイン、ガリシア州、オーレン世間の自治体、コマルカダリミアに属する。ガリシア統計局によると、2009年の人口は1,103人。住民故障は、ポーカイアーズ、エッサ。カスティーリア語による表記はポーカラ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は97.68%。ポルケイラは、 オーレン世間の南西部に位置し、困る方リミアに属する。北は、ライリスデベーガと、東は、シンソデリミアと、南は、オスブランコスとカルボスデランディンと、西は、ムイーニョスと、バンデの各自治体と隣接。自治体の中心は、ポルケイラ教区のフォルシャ地区にある。面積は43系平方メートルで、6の教区内に30の集落がある。自治体市長は、 ガリシア国民党のスサーナバスケス・ドラード、自治体評議員は、ガリシア国民党5、ガリシア民族主義ブロック4となっている。ポルケイラは6の教区に分けられる。フトジは、自治体中心地区のある教区。ネイラ、カルロス、エイブルーシャンのウソ・ドゥゴリーゴ・ポール・カンチェロウズ、プロザ・プブリカ、HTTP、プロザ・ガル・リクターソ、1263。 エボルシオンのウソトゥーゴリーゴポールカンチェローズ、AB、ディースヤナージー・グラフコエレストロドで、ガリツヤボリューム20、P182 から184、ジゲルプブラケーションス、2009、ISBN978 から8461358366、パブロスヨネスデエチョデスで1900アスタ1991、シフレスオフィシアルズでロースセンソスリスペクティボース、 シフレスオフィシアルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ。ありがとうございます。